この少年が世界を救うというのか。オリバーはさ、なんで旅をしてるの？母さんを助けたいんだ。もっとちょうだい。ここは君たちの来るところじゃない。さあ帰ってくれ。お前ら懐くな懐くな。こらオリバー、ごめんね。滅びの運命を変えられるのならば見せてもらう。やるか。
って。行け。
Thank you.
失われし魔導兵器グラディオン。彼らの手には決して渡るはずのないものだったはず。これは想定外ではありませんかな、ジャボー殿。おっしゃる通り、あの杖は彼らの手に渡らぬよう私が消し去ったはず。よもや別の時代で手に入れようとは。そういえばシャザール、あなた使ったでしょう、過去と交信する術を。まさか過去に飛ばされた救世主たちと接触したというの？ありえる話よ。奴らに組みして私に何の得がある？それに救世主の始末、彼に一任していたはずだが。皆様どうかご心配なさらず、策は幾重にもございます。二の国を滅びへ導く執行者として責務は果たしてまいりますと。いずれにせよ、奴らのグラディオンは魔石の力を失った不完全な状態。我らの杖とは比べようもないほどに弱い。ほう、お詳しいですな。確か失われているのよね、魔導の杖が持つべき魔力の源。そう、魔石の力だ。故に奴らは必ず魔石を求めるだろう。止める手立てはあるのですかな。グラディオンの魔石、かの魔導王はかつて三人の従者に守らせた。彼らを長き眠りより目覚めさせるというのはいかがですかな、女王。任せよ。では漆黒の魔導士、彼らはお前に託すことにしよう。なるほど、それは心強い。さらなる力、魔石を守護せし魔導王の下僕三従者だ。Thank you.
Thank you.
この少年が世界を救うというのか。オリバーはさ、なんで旅をしてるの？母さんを助けたいんだ。もっとちょうだい。ここは君たちの来るところじゃない。さあ帰ってくれ。お前ら懐くな懐くな。こら、オリバー、ごめんね。滅びの運命を変えられるのならば見せてもらう。見届けようではないか。